こんにちは。マックスバインサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はこちら桃、焼き鳥の桃の塩ですね。はい、こちらを、あれ、ピントが合わない、こっちをいただきたいと思います。こちらね、桃って書いてるんですよね。はい、重量はね 59g でした。表面温度は33度、 32.8 度ですね。はい、あったかいです。ではいただきます。うん、塩もいいですね。うん、程よい感じで、なんか肉のうまみがね、こちらの方が、うん、いい感じ。そんなにね、しょっぱくもなく、はぁ、美味しいですね。つまみにもちょうどいいんじゃないでしょうかね。ビールでもあればって感じですけど、うまっ。ちょっと脂身があって、なんか贅沢な感じしますね。単品で食べると、なんかおかずっていうイメージがありますよね。あるいはつまみっていうイメージなので、これだけあんまり食べることってあんまりないかなと。もちもち、あのね、ジューシー、はい、ね、鴨のこの肉のうまさがね、幸せな感じですね。はい、ごちそうさまでした。というわけで、桃塩、ファミマで128円かなを買って食べてみました。最後までご視聴いただいてありがとうございました。